ね、ジョーノ選手安定してますね。はい、はい、もうねよくあの喫煙所とかでお話するんですけど、はい、まあ楽しいことはものすごい楽しそうな顔して笑うんですよ。ジョノプロですか。はい、もうめちゃくちゃ可愛いです。あ、笑顔確かに可愛らしいですよね。うん、このキリッとした顔がくしゃっと崩れるんですよね。うん、そろそろ始まります。始まる。あ、そして審判がさっきの今井選手。そうですね。はい、隣、これもエイトですよね。エイトです。おなるほど。今のところのトーナメント結果お願いします。トーナメント結果運営さんできてます、はい、今エイトでおこれは3試合してますね。はい、残ってる選手が上里選手、森久保選手、大穂選手、佐川選手、はい、津村選手、城野選手、太田選手と手嶋拓也選手。手嶋選手もね、最近こうめきめきと力を、はい、あれ今季優勝されこの間してますよね。してましたよね。背の大きい、あの彼もあの背の大きかったですよね。そうですよね。間違えました。すいません、ピンお願いします。大きかったような気がするけど、ちょっと私も不確かな。手嶋さんってあのプライズアップに勝った手嶋さんと、はい、背の大きい手嶋さんがいるイメージだったんですけど、ちょっとどうですかね。はい、お、城野選手真剣な眼差しで、はい、おお、うん、なんとも。いい入り方してますね、はい、持ってかれて入る、はい、素晴らしい。手嶋と今津村選手先行なので、はい、もう城野選手はもう合わせて、まあはい、あわよくばブレイクしたいぐらいの、うん、手嶋選手は違いましたね。手嶋選手、違う手嶋選手で使ったの、ね、ちょっとあれこの間手嶋選手でもいいとこ行ってみんな言ってたんですよ、手嶋選手にやられた、はい、今回勝ってもらいましょう。優勝したのは、はい、テルキさんですね。そうですね、ごめんなさい、手嶋さんが2人いるんですよね。手嶋さん2人、最近あのぐんぐん成長が素晴らしい、はい、そうですよね、はい、あのメガネ、あ、拓也さんがサウスポーですね。なんか手嶋強しみたいな感じですね。はい、流れは強い、あの手嶋プロが2名いらっしゃるんで、どっちがどっちだかまだちょっと、さっきあの阿部雄太郎選手と話した時には、はい、最近阿部強いんですよって話をしてたんですよね。そうなんですか。阿部って他誰みたいな話してたんですよ。阿部俊太郎、阿部、いや、あ、違う、阿部タスクプロか、阿部雄太郎、雄太郎が強い、雄太郎が強いってたんですよ。浦井選手がいるから、はい、最近雄太郎が強いんだって話を、でも今度みんなでこう誰が一番強い名字で決めようっていう話をしてたんですよね。もうなんか外人の選手とかも一挙になっちゃうし、うん、で見てる間にこれあれブレイクチャンスですか。お、はい、おはこれ今4ラウンドですかね、はい、津村選手これはもう命拾い、はい、これはどう19からしたと思うんですよね。19以外だとダブルが出ない、はい、彼手嶋選手です。あ、赤い、あの、あ、この赤い彼が、はい、あ、なるほど、背の大きい方、これはあ、惜しい、うん、さっきの的はちょっと違いましたね。そうですね、はい、うん、いやいや、でもまだこれは3レグ取る勝負なので、はい、しかもまだ上野、まあ、上野戦30には上がってくるかな。ですね、ブレイクということで、ナイスブレイク、はい、わ、はい、かんないですよ、わかんないですね、はい、いやいや
あれこの方が、今年優勝された方ですね。プライズアップで勝たれた、はいはい、九州でしたっけね。九州の、はいはい、大分県。こちらの方がさっき映ってた、てはいはい、身長が182センチですよね。はい、18種類、読書、釣り、うん、90年。そうですね、彼。北海道で期待してる人とかいるんですかって質問。北海道で期待してる人、北海道所属でですかってことですかね、はい、いや、いますよ、いるんですけど、うん、はい、なかなかやっぱり全部回れる選手っていうのが、うん、露出がね、少ないの で、 そうです、ね、素質的にすごい選手いっぱいいます、うん、やっぱね、先ほどもね、ちょっとお話ししてたんですけど、その北海道とやっぱ沖縄から出てくるのがね、やっぱそう絶対飛行機乗るので、なかなか大変ですよね。そうなんですよ、うん、飛行機嫌いですからね嫌いじゃないですよ、嫌いに。もうね、そんな、まあ、昔は感動があったんですよ、飛んでるし。全然、まあ、月最低でも1回乗ってるってことですもんね。1、2回とか1回、3回で、はい、来月に関しては3回確定してるんで、手下プロ、阿部プロも5人、名字対決、はい、トバー見たところで、はい、ジョーの選手はもう安定してやっぱり60強いですからね、はい、須村選手ちょっとリズムが速そうな、リズムがちょっと乱れてる。ジョーの選手は逆にのゆっくりしたリズムですからね。そうですね、プッシュからクローズ、これももう一本行くのかな。行きました。あ、当てた。これは盛るんすか。盛るんだ。うん、まあ点数負けてバツついてるんですけど、60を持たしとくのはどうなんだろうって感じですか。うん、もうさっき見た感じそんな外してない感じがするので、こう締められて掘られて、うーん、もう一本もらえるんじゃないですかこれ、ね、なのでやっぱり18を、ね、はい、2本トリプル入った段階、はい、1本60に行くのもトライしてもよかったんじゃないかなみたいな、視野に入れないと、はい、どんどんこう点差が離れていくんで。もうこの段階でかなり入ってますしね。104点差ついてるんです。するとワンチャンないんですよ、もう。でジョーの選手はこれはクローズからですね、はい、これ3本使ってももう、うん、お、あ、はいはいはい、玉ねぎ兄貴、沖縄の方です。沖縄まさかの、あら、本州と土地がつながってないもう一つの方でした ね、はい、あれジョンさんファイトって書いてますけど、僕も負けましたよ皆さん、さっき多分一番最初の配信かなんかで負けましたよ、はい、なので本日もここで解説を一緒に、はい、していただいてます。公式情報助かる、うん、さっきのですか、手島プロの2人を出していただいたので、はい、強い手島2人ですね、はい、あ、手島選手 DMC ついてるんじゃないですか。そうですね、もう移動1回で 大会10万って考えたら金かかる、10万円かかんないと思うんですよ。あ、ジョンさんファイトってあれですか、移動ファイトって意味ですかそっちかな、お金はかかりますよ、ね、おお、さすがに、おお、まさかの、いや、これが多分思うんですけど、これ、はい、シングル1本でよかったわけじゃないですか、うん、これ入れたらもうほぼほぼ勝ちなんですよ、このレグ、う
って考えると次城野選手の先行のクリケットになるじゃないですか。そうですね、あ違うか、あそうです違いますね、あ違う、はい、でも 2-0 になる、うん、なんかそのね、レグを取る取らない、普通3本持たせて1本外すことなんかほぼない選手なので、はい、そしてそんなことを言っていたら爪に来るまさかの出た、つむつむガッツ出ましたね今、はい、こうなっちゃいけないはずだったんですが、そうですね、はい、あのシングル3本はもったいなかったですね、ちょっと想定外でしたね、これもインブル1本1本入れたい、うわあれってことはさっき津村選手ファーストの01をブレイクされて、そうです、津村選手がブレイクし返す、返す形に今なりそうな、はあ、なりました、わかんないですね、もう全然もう優勢な感じが、今のはひっくり返らないと思いましたね、ジョーのプロにだいぶあったのに、はい、あそこの15でまさかの、でもジョーのプロのスタッツが 4.5 ってことは、はい、やっぱりこうところどころのミスが響いてるのね、ですね、津村選手は最後詰めたっていう、そうですね、なかなか、いや本当最後までこれは分からなかったですね、分かんないです、これは今ブレイクブレイクなんで、はい、ありますかね、ブレイク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 ってなる、あのでもありますよね、ありえますあります、はい、その前までバカスカ入ってたくせに自分が先行になると入らなくなったそうですよ、不思議なことなんででしょうね、はい、ゆとりから来るのか、自由でしたね、はい、ちょっと自由な通勤が、いやいや僕は好きですよ、そういうだいぶ自由なお掃除のおじいさん、はい、おばちゃんが、はい、ちょっと話しかけてきてほしかったぐらいのちょっと何やってんだいみたいな、あまりにも驚きすぎて実況をやめちゃうっていう、ね、いやそうですね、ちょっとここに座ってもらってね、おばあちゃんにこう喋ってもらうっていうのもありでしたけど、なんかね、間に挟みたかったですね、ちょっとあのおばあちゃん、ね、好きな食べ物なーにはい、そして、あ、ジョーノさんもジョンですもんね、そうなんですね、はい、あ、そうなんですね、そうなんです、でも僕ジョーノ君とこう負けたらもう名前変えろよって話をしてたんですけどこうやってこうジョーノさんもジョンさんっていうこのジョンさんっていうのがどっちのジョンさんっていうのか分かんないんで、あの、はい、解説に行こう、お、はい、まあまあここは、うん、16、はい、これはできれば17クローズ、僕なら15いきますけどね、これ行きます、ホワイトホース狙いに行きます、はい、行きました、ね、行きますね、詰めちゃうやつですね、なるほど、あ、お疲れ様です、お疲れ様です、48点ということは67点、はい、うーん、9、お、今ちょっとスマイル出ましたね、はい、ジョーノ選手、はい、クローズして、ダブル、おー、ダブルを狙ったんですか、僕の口からは言いづらいですけど狙ってないと思うんですけどね、なるほど、ちょっとたまたまなんか飛びがおかしかったんで引っかかったんじゃないかと思うんですよ、だから結果ラッキーですね、結果ラッキーでダブルに入ったみたいな、はい、津村選手は2本、くわー、ブル行くでしょうね、そうですかね、行きますかね、絶対行きます、うん、これここなんですよ、あー素晴らしい、インブルでまたブレイクじゃないですか、そうですねそう、これブレイクの流れですね、ブレイクブレイクブレイク、はい、続いて、はい、じゃあ次がジョーのプロ先行の
ゼロワン。いや、津村選手、あ、違うな、ジョーノ選手か、ジョーノ選手です。津村選手がブレイクされたんですね。されたので、そうそうか、次はジョーノプロの先行のゼロになります。これってことはジョーノ選手、ここをブレイクされなければ勝ち、はいはい、あ、なんかこうまたまたブレイクになるのか、なんかでもちょっとわからないです ね、 本当最後まで9ラウンドじゃないならば3ラウンドまで削ったもの勝ちなので、はい、ここはどうなるのだろうか。おお、うん、あ、ナイスナイススイッチですね、はい、どういう、ね、すごい質問が来てますけど、質問これスーパーチャットですよ、320円、はい、まさかの、これ読みますか、これ読めってことですね。女は裏切るがダーツは裏切らないって本当ですか、何か一つ間違えてますよ。女は裏切るけどダーツも裏切りますよ皆さん。裏切らないのは努力ですよ。なるほど、はい、裏切らないのは努力だそうです。ダーツは裏切るんですよ、はいはい、女の人も裏切らないんですよ。裏切らないという、うん、裏切るってことは自分が悪いんで、悪いことしたら裏切られるんですよ。裏切らない人もいますからね。います、はい、たくさんいます。僕はもう女性の味方ですそんなこと言ってもらったらいろいろもうな。これは140ペースで、はい、これはでも、ん、まあまあこれかも同じですね。次が何点残せるか2人とも、はい、ここ60点とかにすると津村選手にもチャンスが、逆に140点取られるとちょっときつくなる。あ、19、お、これ19いきます。ってなると津村選手は96点取ったら170、はい、なので1本目60入らない。入った、これもう1本来ましたね。今ちょっと気合入ってましたね。気合入ってましたね、はい、もうあのベビーフェイスで有名な津村選手は、はい、結構男らしい表情になってましたね、はいはい、入らない、これは19ブルに行きましたね。140、141、まあ同じですね、はい、津村選手は60からかな、60、57、19トリプル、お、19トリプルからで20トリプル、12ダブル、うわーい。いやでもですよ、でも140って難しいですよ。そうですよね、はい、もう20トリプル、20トリプル、10ダブル、あ、でこれでもないので、はい、これまたわからない、これまたやっぱ5レグ目までいくんですかね全部ブレイクブレイクで、え、これ先行取ったら負けじゃないですか、5レグ目そういうことですか、この試合はそんなこと言ったら怒られます、おっと、聞こえたかな、まさかの、ただでも96もそんなに簡単ではないですよ。シングルシングルって入ると上がり目がないので、はい、1本必ずあのトリプルに入れなければならない。入りましたね、18ダブル、おお、ナイスアウト。これはジョーノ選手が最後このブレイクの流れを断ち切ってキープでゲームを持っていく、素晴らしいですね。いやでも 29.47 なんですよ。そうなんですよね、あんなに入ってるように見えて、なかなかなんかね、今日は低めな日です。いいゲーム多いですけどね、はい、